はい、フットボールファンズ、どうも、ということでございます。ということで、今日なんですけども、つい先日ですね、最強褒め紹介という形で、e フットボールデータ更新来てから、どういったフォーメーション使えばいいかっていったところの紹介動画上げたんですけども、まあ、ぜひね、そちらも見てない方見ていただきたいんですけども、今回はまた別のフォーメーション紹介で、ネタではなく強かったので、紹介したいと思います。4-1-3-2皆さん、これ、昔からウィーレやってる人、イーフトやってる人は、見覚えのある形だと思うんですけども、そうです。フェルナンド・サントス式、または、ガジャルド方式、といったフォメになっております。僕がこのチャンネル一番最初にね、バズったのがイブリア・ウベルトの育成動画で、その次がフェルナンド・サントスの使い方、監督の使い方動画でバズったんですけど、まさか、なんか現環境を、ちょっとウィーレっぽさあるじゃないですか、昔の。シューキャンしてとか、あと体、フィジカルが強い選手、ロナウドだったりが強かったりとか。なんかちょっと似てるなって部分があったので、まさかちょっとこのフォメ、ウィーレの時思い出してやったら強いんじゃないかと思ってやってみたら、めちゃめちゃ強かったです。今、30試合ぐらいやって、無敗できてます。引き分けは結構あったりですね。25勝5分けぐらいで今、このフォメ来てます。なので、かなりおすすめのフォメになってるので、ぜひ、今日の動画を見てね、自分も試してみようと、試してもらえたら嬉しいです。まあ、合う合わないはもちろんやっぱありますし、あとは前回の動画で出したフォーメーションも十分強いですし、まあ、あとは前回の4-3-3だったと思うんですけど、まあ、あれは鉄板というかね、誰でも基本使ったら強いよっていうフォーメーションです。で、これは5人で守って5人で攻めるみたいな感じなので、まあそれを意識して使ってみていただけたら嬉しいです。それでは、解説の方行きましょう。はい、ということで、まず、後ろは、まあサイドバックつけてます。サイドバックにして、まあここ絞らせたりしてません。サイドバックにして、ディフェンシブも、今ね、たまたま入っちゃってると思う。あ、入れてないね。ディフェンシブも入れてません。理由としては、まあ、マルディーニとトミヤス今使ってるんですけど、両方とも守備的サイドバックなので、特別入れてません。で、まあ、これ以外の選手でもいいんですけど、守備的サイドバックじゃない選手を入れるとしたら、ディフェンシブをぜひつけてください。ただ、両サイドバック攻撃的とかにしちゃうと、ディフェンシブが足りなくなります。理由としては、ここのビエラ。DMF でビエラ使ってるんですけど、ここにディフェンシブを入れているので、まあ、どっちかは確実に守備的にしてもらって、で、守備的じゃない方にはディフェンシブを入れる。まあ、なので、ほんと、後ろの5枚は上げないっていう方式を取ってください。はい。で、まあ、人選としては、真ん中はフィジカルがあって、競り勝てる選手。で、アラウホも競り合いが強いので入れてます。まあ、この二人は、今、現環境だと、例えばセルロートとか、ヤンコレルとか来た時に唯一こう競り合いで戦える二人かなと思うので、やっぱりこの選手2枚置く。で、プラス、サイドは、まあ自分で守備が強くて動かしやすいというか、選手を置いてます。で、あとおすすめはここにスルーパスつける。サイドバックのところにスルーパスはつけた方がいい。個人的にはおすすめです。あとね、まあちょっと今、マルディーニはつけれてないんですけど、ワンパもつけれたら最高です。はい。で、前なんですけど、まあ、ここはね、ビエラが一番おすすめです。まあ、あとはダービッツとかでもいいですね。最近だとディフェンシブつけて。まあ、とにかく守備的で刈り取れる選手がおすすめです。であとはパス数値低すぎない方がいいですね。まあ、83も正直ちょっと物足りなさ今感じてるんですけど、まあ、83が最低ラインぐらいかな。って感じです。まあ、パスはね、やっぱここからも供給していくので、うん。ある程度はないと厳しいです。はい。で、まあ、ウィングなんですけど、今のところね、サラはこれ使ってるんですけど、インレシ気になってないです。はい。なので、人選誰でもいいなって感じ。うん。2列目でもいいし、ウィングストライカーでもいいし、誰でもいいと思います、正直。ボックスとボックスでも多分気になんない。はい。で、使ってます。で、サラーのところは、代わりに今使ってるのがヤマルだったり、あとはこれか、オリーセ、使ったりしてます。まあ、ここは本当に自分が使いやすい左サイドハーフを使うといいです。あと、サカとかもね。サカもね、フィジカル結構高めにね、育成できるので、おすすめです。で、左サイドはネイマール今使ってますね。ただネイマールちょっとね、フィジカルがやっぱ気になりすぎて、まぁ、ちょっと今どうしようかなって迷ってるんですけど。まぁ、ネイマール使ってたり、あとはネドベド、ここで左サイドハーフで使ってたりします。まぁ、右でも使えるしね、ネドベド。かなりいいです。おすすめ。で、途中から僕の場合はスパサブで、三笘出してます。三笘のね、モメンタム付き三笘がね、なんか強いんだよな。これではね、フィジカル気になんないんだよね。不思議です。はい。まあ、あとたまにソン・フンミン左サイドバックハーフで使ったりしてます。まあ、ほんと誰でもいい。使いやすい選手を置いてください。そして、OMF。
OMF は今ヘイネス置いてます。このヘイネスさ、もう何回これ見ても笑っちゃうよね。右のフィジカル能力全部水色の育成にしてるので、なんだこれはと笑っちゃうんですけど、まあ今ヘイネスですね。まあここ2列目から飛び出しがおすすめ。まあなので代わりで言うとベリンガムとか、まあ、マロドーナとか使ったりしてますね。はい。でフォワードなんですけど、フォワード1人でかいの置いて、もう1人は好きな選手置いてください。これ今メッシ置いて無印ですけど、別にメッシじゃなくてもいいです。メッシでもいいし、ムバッペでもいいし、ラウタロでもいいし、ほんと好きなマラドーナでもいいし、好きな選手置けばいいかなって感じ。まあ今の環境だと1人はでかいやつ置いて、まあなんか困った時に適当にこのでかいやつに放って少しでもボールを拾える、可能性を高めるっていうのが僕的にはおすすめなので、今これロナウド第一選択候補希望選手は、ロナウドです。こちらでかい選手で、でその次にハーランドで、その次にフリットみたいな感じですね。まあフリット強いので、まあこれでもいいと思います。正直、まあでかいやつ2人揃えるでもグッドです。なんか特別今僕の場合はこれショートカウンターでやってるんですけど、ライブレなくても気にならない。まあただポゼッション使ってる人とかがこのフォームやるとしたら絶対ラインブレーカーここ必要かな、うん、と思います。まあというかポゼッションとかでちょっと試したことが僕ないので、まあ今このフォーメーションの使用感に関してはショートカウンターだと思って、ショートカウンターで使う前提で聞いてください。はい、っていう感じですね。でベンチはもう本当にこんな感じですね。フリット、ヤマル、オリギセ、ミトマ、ソンフンミ、ムバッペ、レオン。まあレオンはヘイネスのとこ途中で出してったりします。でフォワードで出したりします。まあここら辺はもう全部調子によって主要選手変えてます。最終ラインは入れてないですね今ね。はい、もうこの4人で行ってます。ただちょっと今思ったんだけど、ファンダイクが不調になった時やばいから、ちょっと誰かしら1人センターバック入れとかなきゃなっていう、感じで今思いました。まあ入れるとしたら、誰だろうね。ファンデフェンとか、ファンデフェン、あとはライカールトとかでもいいですしね、入れとくといいかもしれません。ということで、実際に使った試合をね、2試合ちょっと見ていただきましょう。はい、ということでまず1試合目いきましょう。まあ両方ともね、ギブアップ、そうギブアップさせる率がすげえ高いっす今この褒めにして。はい、まあこの試合は左にネドベド使ってますね。真ん中ベリンガムでファンダイク、アラウホ、まあ、最終ラインさっき紹介したのと一緒ですね。でヤマル、右はヤマルですね。はい、フォワードに当てながら、困ったらマイナスで、困ってマイナスに下げた後サイド両サイドいるので結構攻めやすい。でまあサイドハーフと OMF3 人と2トップで計5枚前にいるんで、アンカーの位置のビエラでボール持った時に5レーンじゃないですけど5個選択肢ができるんですね。まあそんな全部そう 5個選択肢あるかっていうとそううまくいかないんですけど、ただその5個あることによって選手と選手の間に間が空くんですね。相手のセンターバックとサイドバックが各選手にマークつきに行くんで、そうなると間が空いていくんで、そこにパスさしていく感じで、ディフェンスの時もかなり相手はやりづらそう。前線に5枚いるんでパスの出しどころがないので、ショートカウンターのこの褒めにしてはどんどん前から攻めていくっていうのは理にかなってる褒めになってます。ショートカウンターに一気に裏行かれるのと、あとビエラの横を使われるとやっぱちょっと弱いので、まあその辺だけ気にしつつ、サイドハーフをね自分で絞らせたりとかしながら守備してます。さあこれね、サイドハーフ結構ちゃんと守備してくれるんだよね。しかも守備陣は結構枚数揃うんですよね後ろ。さあここサイドハーフで動かしながらヤマルで個人技見せつつシュート、素晴らしい。まあここあとね、一つ僕はドリブルが得意なので、なので今みたいな個人技使いながら点も取れるので、結構ドリブル好きな人とかにはおすすめ、特におすすめの方面。これ右だけマーク設定とかつけられたりするんですけど、両サイドいるのでマーク設定とかも相手つけづらいですし、絶対フリーになるのでサイドで、困ったらこのロナウドとかフォワードのスルーパス出す、でその後の守備ここしっかり、変に後ろにボール下げて取られるぐらいだったらそっちの方がいいです、はい、でここフォワード当てて、まあ今ヤマル出せたらチャンスでしたね。で割と前でボールは取ります。で俺こうちゃんと自分のさあ振り返ってみると意外とチームプレスをしてないな。
まあ、今のはなんか臭い感じでシュートまで行かれちゃいましたけど、まあ、しっかり守備人数揃ってるし、まあ、そんなに今のは悪い守備じゃなかったと思いますね。さあ、ここサイドバックとか使って、ここで取られるのだけ一番気をつけてください。これ悪い例、マジで。これだったらもう適当に蹴っちゃった方がマシ。あ、でもここアラウホしっかり。さあ、ロナウドで出したら、そう、これ逆サイドハーフまで見れるといい。ああいう時、今のロナウドにボール当たった時に、相手は近くの OMF に落とすっていうのを見るんですけど、逆サイドまでしっかり自分が見れてることが大事。選択肢増やすこと。基本的に1個飛ばしのパスって強いんですよね。近く近くにパス出すし、出すパターンが多いし、相手もそれを警戒してくることが多いので、そこを飛ばして奥を見るっていう大事ですね。で、これ相手ビルドアップミスですね。これはなんか多分、だいぶいつもと違う方面相手にしてるから、やりづらそうな感じでしたね、ビルドアップ。で、ここ開くんですよね。うん。この攻撃のシーンとか、これ点入んなかったんですけど、ちょっと見ていきましょう。これ、ネドベドで持っていくじゃないですか。で、この時に、今、ここの相手の左サイドバックと、まあ、これ右サイドバックも置いてかれちゃってるんでしょうがないですけど、まあ、この人で、相手この人でここのロナウドケアしなきゃでしょ。で、アラウホこうしなきゃでしょ。で、この人こうしなきゃでしょ。でも本当だったら、大体の人ってこのヤマルの位置ってこの辺ぐらいにいると思うんですよね。そうなると、こいつ行かせて、アラウホこっちにずらして、で、このサイドバックをこっちのメッシのところまでずらすっていう守備ができるんですけど、常時ここがね、4枚ずっと揃うんですよ。攻撃が。で、プラス今はまだいないけど、下のレーダー見てもらうと、ここにオムフの、この試合だとベリンガムだったかな、がここ上がってくるので、最強の時だと5枚揃った時は、マジで強い。カウンターの時特に。だからカウンターの時は、マジで力を発揮するフォメになってます。はい。で、しっかりシュートまで。で、こぼれ球拾うよと。惜しいね。これ決まってほしかった。はい。行きましょう、どんどん。なんか、新しい仕様になって、いろんな方面使えるようになったし、結構楽しいですね。まあ、言うて5バックも弱くないし、こういう、なんか今まで全然使われてなかった形のフォーメーションとかも、かなり強くなれる。その人によって、その使う選手によって強くなれる環境になったので、個人的には今の環境は本当に結構楽しいですね。さあ、ネドベドで、さあ、ここキープして、今ね、本当は間ロナウド空いてたんで、ああいうとこしっかり斜めにどんどん刺していきたいですね、フォワードに。当てて、落として、当てて、落として、繰り返して、相手のディフェンスずらしていく感じ。さあ、ここ困ったらキープ。で、これ富安使ってます。これ流してほしいね、審判。うん。さあ、これ、ロナウドに困ったら当てる。はい。これ、なんか事故った。これちょっと家っぽいな、この、今の事故り、ボール取り返し。みたいなのは、これもそうだけど、なんかちょっと昔のウィーレ思い出しますね。で、この試合はこれで相手がギブアップしました。で、もう一試合持ってきました。はい、この試合はこんな感じね。さっきと違うの左サイドハーフがネイマールになったのと、ロナウドアウトのハーランドインか。で、フリットも入りましたね。はい。結構だから、前線が二人でかいやつになりました。さあ、ネイマールからここフリット。キープいいね。ここネイマール。これ何しとんねんと。はい。飛ばします。さあ、ここフリットからハーランド、惜しい。さあ、ここビエラのディフェンス。うん、惜しい。あ、惜しいって今相手の気持ちになっていましたけど、今のは、ビエラでしっかりもっとカーソル落としとくべきだったんですけど、後ろが枚数足りてて、ただパスコースがもうここだけって時は今みたいにファンダイクでセンターバックカーソル合わせてマッチアップ入れていいんですけど、そうじゃない時は基本的にはビエラか、サイドバックにカーソル当てて守備操作してください。センターバックは基本的にいじんないです。まあ自分のペナルティエリア付近になったらいじっていいですけど、それ以外は基本はいじんないようにしてます。いや、ヤマル推し。ヤマル強いよな。今週は特にライブアップでもいいですし。ヤマルがめっちゃ強い。さあ、これファンダイク。いや、しっかりこれビルドアップしたい。アラウホ取ってサイドハーフ当てて、これフォワード当てる。で、中見るけどなかったら逃げる。サイドに。まあ、今のちょっとうまくいかなかったですけど。さあ、アラウホ取って、これ、前向きで取った時チャンス。またフォワード当てる。同じ形で逆行く。さあ、これ逆まで触れる。で、困ったらここビエラ使って逆サイに変えていく。そう、これが超強いです。サイドハーフで困ったら無理せず、
当てる、無理してドリブルとかでね抜いていくんじゃなくて、しっかりビエラがフリーなのを確認して、ビエラがフリーなのであればビエラ使って逆サイドに展開していく。これがめっちゃ強いです、この褒めので。割とフリーになる、あそこビエラのとこ、まあなのでパス数値多少欲しいんですよね、ビエラのとこ。ワンパスルパは必須かな。さあこれ完璧、うん、これ完璧やな、この攻撃の形。これまずいい位置で取る、縦パス入れる、マイナス落とす、当てる、ワンツー、これ3人目ですね。しっかりフリットで落とした時にパス号を入れて走らせておく。これウィーレっぽいですよね、この攻撃が。で最後はまあちょっとリフトトラップ入れてキーパーからボールずらしてシュート。さあこの辺ネイマールがやっぱね、ちょっとねボールキープ力がね、フィジカルがないのも含めて微妙なんですよね。まあ今みたいにビエラをしっかりねカーソル当てて戻しながらディフェンスするといいです。これも完璧だね。ハーランドいいですね、サイドハーフにねしっかりつないで裏抜け。さあここビエラで、さあここはもうねペナルティエリア近いのでセンターバックで対応して OK、 むしろ対応しないと厳しい。これはオフサイドですね。さあこれハーランドで落とせるか、惜しい。これ良くないね、今センターバック当てちゃって守備してるのは良くないです。今のだとサイドバック、右サイドバックに当てて守備するのがセオリーだったと思います。まあ自分で見てもね完璧こなせてないのでね、なるべくセンターバックはいじんない、あの位置は。これフリットでゴリゴリ、このゴリゴリが強いよな、うん、ウィーレっぽいんですよね、あのゴリゴリ感が。これで3点目、結構無双してるでしょ。でこれこう得点見てると、まあしっかり崩してるのもあるんだけど、やっぱ高い位置でしっかりボール取り切って、あのショートカウンターしてるっていうのがすごい多いんですよ、この今2試合見てもらって分かる通り。まあなのでショートカウンター×この4-1-3-2っていうフォメがかなり相性が良くていいなっていう印象ですね。ロングカウンターよりやっぱショートカウンターの方がねこの方面は生きると思う。さあこれフリーキック、2列目から飛び出していたベリンガも最後使ってシュート。これも完璧でしたね、相手ついてこれなかったね、なんかディフェンス。ベリンガムの動き出し良すぎでしょこれ。はい、ということで 4-0 でこの試合も、ここでギブアップでしたということで、皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっと真似したくなってくれたら嬉しいです。まあやっぱこの 4-1-3-2 は、まあ、さっき言った通りここの2トップ当てた時に選択肢として横も、まあ、例えばロナウドに当てたとしたらハーランドあるし、ちょっと下のヘイネスあるし、で近くのネイマーあるし、で逆も見れる。でここ当てた時に困ったとしたら、次ネイマールに落として困ったらヘイネスあるし、もう一回ロナウドの裏あるし、で困ったらビエラマイナスあるしみたいな感じでね、まあ、かなり選択肢があるので攻めやすいです。なのでドリブル得意じゃない人も、あのキープさえできれば、抜くドリブルしなくてもキープさえできればある程度使いこなせるフォメかなと思いますので、まあちょっと4-3-3ってあの中央攻めでね、ちょっとあのなんて言うんだろうな、作業になっちゃって、うーん、ちょっと飽きちゃったりもするので、僕はちょっと飽きちゃうので、あれ、そういう人にはぜひこのフォメを試していただいてね、普通に強いので、使っていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。